エコウィルとは2003年から2017年9月まで日本で販売されていた家庭用高ジェネレーションシステムの愛称である。エコウィルのロゴ都市ガスや LP ガスを燃料とするガスエンジンで発電を行い、その際に発生する排熱を給湯などに利用する家庭用高ジェネレーションシステムでエコウィルはその愛称だった。電力各社がオール電化で ガスの市場を侵食していることに対抗し、逆に電気の市場にガスが乗り込む格好になっていた。ガス会社では、オール電化と比べ、常時即座に大量の熱湯を供給可能なこと、電気使用量が減り高熱費の削減を図れること、発電時の排熱を有効利用するため、二酸化炭素排出量が少なく、環境に優しいことを PR していた。 エコウィルは、農立や調布製作所などが製造する、給湯器ユニットと、ホンダ技研工業やパーパスが供給する、発電機ユニットからなるシステムで、核ガス会社より販売されていた。省エネ対象会長賞、エコプロダクツ対象推進協議会会長賞などを受賞している。核ガス会社での新規申し込み受付は2017年9月30日で終了し、 ホンダ技研工業の発電システムも同年12月で提供を終了した。住宅、建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業の対象となるため導入にあたって国からの補助金を受けることができた。また一部の地方自治体では導入にあたっては補助金あるいは助成金を受けられた。ありがとうございます。